ミュンヘン市内のプローブストとショル兄弟の墓、クリストフ・プローブストは、白バラ抵抗運動のメンバーの一人。ビラの配布の手段を通して、ナチスドイツに抵抗するも、国家反逆罪により、民族裁判所で死刑判決を受け、処刑された。1919年、ドイツ・バイエルン州のムルナウ・アム・シュタッフェルゼーに生まれる。両親は離婚し、ママ・母がユダヤ人であった。 1935年、白いバラの同志になるアレクサンダー・シュモレルと知り合いになる。1936年、父親が死亡する。1937年3月、大学入学資格試験に合格。ドイツ空軍で1年の兵役駅につき、1939年、ミュンヘン大学医学部に入学する。1940年、ヘルタドールンと結婚し、 同年の6月に長男が生まれる。後に逮捕されるまでに3次の父親となる。1942年6月より行われた白いバラのリーフレット散布には中心人物として参加した。同年11月、インスブルックに行く。1943年2月、白いバラ同士のハンスショルトシュモレルがヒトラーだとと壁に落書きをしたが、そのことに対してプロープスとは、 無謀な行為であると非難した。1943年2月18日に、ショルとその妹、ゾフィー・ショルが逮捕され、その翌日にプロオープストもインスブルックにて逮捕される。ショル兄弟は、サンジの父親でもあるプロープストを、かばおうとしたが、2月22日の人民法廷で、ローラント・フライスラーにより、死刑の判決が下され、その日に、 シュターデルハイム刑務所にて刑が執行された。ありがとうございます。